それではお待たせいたしましたただいまから SDGs ビジネスコンテスト広島ピーススタートアップアワード最終審査会を開会しますこのプログラムの企画運営に対してご助力をいただいております特定非営利活動法人広島 NPO センター専務理事事務局長の 松原裕樹様に趣旨説明をしていただきますどうぞお願いいたします NPO センターの松原ですこの私の方からはですねこの SDGs ビジネスコンテスト広島ピーススタートアップアワードの趣旨とあとこのセッションの楽しみ方について少し簡単に説明させていただきます まずこのアワードは、広島県が企業による SDGs ビジネスの活性化を図ることを目的として、広島を起点とした SDGs ビジネスの具体的な取り組みの創出を図るために開催しています。これから 7, つ7社の企業の皆様に発表いただきますけど、今日ご来場の皆様におかれましては、それぞれの立場からです、ね、発表を楽しんでいただけたらと思います。 例えば、ですね今日来られている例えば行政の皆様におかれましては、まあ、我が町でこのような取り組みをですねどうやったら支えていくことができるのか、育てていくことができるのか、まあ、そのような視点で取り組み発表を見ていただけたらと思います。 また同様に企業の同じような立場の皆様におかれましては、ぜひこの SDGs ビジネスのビジネスプラン、モデルをです、ね、ご参考にしていただいたり、あと自社のリソースであれば、このようなコラボレーションができるんじゃないかとか、自社であればこのようなイノベーションが起こせるんじゃないか、そのような視点で見ていただけたらと思います。 あと私と同じような NPO、NGO の皆様におかれましては、ビジネスは企業だけのものではなくて、私たちの非営利組織を持続可能にしていくためにも、ぜひ参考にしていただけたらと思います。で、最後にですね、今日来ている大学生やユースの皆さん、私、お昼にも言いましたけども、この SDGs で大事なのは、持続可能な開発で大事なのが、 やはり次世代のニーズを汲み取ることだと思いますので、大学生やユースの皆さんもですね、ぜひ自分だったらこんな企業で働いてみたいなとかですね、自分だったらこんなビジネスプランを生み出してみたいなとか、まあそのような視点でぜひこのセッションを楽しんでいただけたらと思います。はい、それではこの後発表いただく企業7社の皆様どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 それでは続きまして審査方法をご紹介いたします審査員の方々にはそれぞれの企業が発表するビジネスプランを審査していただきまして最も優秀と思われる企業に投票をいただきます投票数を合計しまして最優秀賞を1社決定いたします発表は1社につき5分となっております4分でベルを1回 5分でベルを2回鳴らしますまた公平性を保つため必ず発表は5分で終了させていただきますご理解のほどよろしくお願いいたしますなお発表の順番は青葵化学工業株式会社株式会社エネルギアコミュニケーションズ尾道おもてなし株式会社 一般社団法人飛島柑橘クラブ一般社団法人福山グローバルパートナーシップ協会株式会社前田ハウジング株式会社ラックスとなっておりますでは続きまして審査員の皆様をご紹介いたします審査委員長は広島大学国際センター長 金子真嗣様ですそして審査員は、マカイラ株式会社代表取締役、多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授、藤井浩一郎様、そして株式会社、ソアラサービス代表取締役社長、五来千鶴様。 独立行政法人国際協力機構民間連携事業部長畑枝幹夫様特定非営利活動法人広島 NPO センター専務理事事務局長松原博樹様以上5名の皆様をお迎えしまして SDGs ビジネスコンテスト 広島ピーススタートアップアワードを行います改めまして皆様本日はどうぞよろしくお願いいたしますでは早速プレゼンテーションに入りたいと思います一番目に発表していただく青い化学工業株式会社様どうぞご準備をお願いいたします ご準備はよろしいでしょうか、はい、はい。それでは発表をお願いいたしますはい。本日はこのような、えー、たくさんの方々の前で発表させていただくこと大変誇りを持っております弊社の取り組みについてお聞きいただけたらと思いますそれでは始めさせていただきますえ、私は青井化学工業の塩本と申します当社はここ広島市に本社があり創業82年の会社です 主な事業内容といたしましては、土木工事における社会インフラの整備に必要な土木資材を製造・販売しているメーカーです。本年度より経営理念を利他の志に変更し、SDGs に関しても会社内で取り組みさせていただいております。しかし、残念ながら SDGs の目的、言葉すらまだ世の中に広がっていないのが現状です。我々一社でできることも限られています。 持続可能な社会を実現するために、より多くの人たちに SDGs のことを理解してもらい、拡散していくことを目的といたしました。まずは SDGs のことを数多くの人たちに知ってもらい、気づきを与え、行動 Do してもらうことが大切だと考えました。自然に興味があり、え自然に興味がある人々に広島ならではの体験をしてもらい、SDGs について学んでもらえる方法はないか。広島には六本の川が流れ、日本一の数をはる誇る。 300もの元気があります他の都市にはない世界的にもまれなインフラを再活用したり、SDGs に基づいた山から海につながる河川の環境を持続可能な観点を考え、広島市民の心の源流でもある太田川の環境や河川のにぎわいを創出して、町や川が一つでつながるウォーターフロンティアの祭典を作りました。直近のビジネス機会といたしましては、青い川工業プレゼンツ。 広島リバーフェスティバル2019リバードゥーを開催し、川や川辺にて様々なイベントを催すことで、川辺に集うきっかけを作りました。s d d s のゴールといたしましては、4、11、14、16、17に関連しています。川の魅力を知ってもらうため、川ではボードの上に立ち、パドルをこぎながら進む s ッ p これの広島国際 s ッ p オープンやリバーサイド s ッ p ヨガ、リバーサイド s ッ p 体験会、 リバーーークルージンングを行いましたこちらが第1回目のの広島国際サップオープオ写真です当日にはメディアの方々にも多く取り上げていただきましたこちらはリバーサイドサップヨガリバーサイドサップ体験会リバークルージング水上から原爆ドームを見上げることで国際平和への思いをより一層深めることができます当日は 海外の観光客の方々にも多く観戦していただきました。川辺ではリバーサイドサイクリング、リバーサイドランニング、リバーサイドクリーンアップ、そしてレセプションではオリズタワーにて、サップ参加者へ SDGs について講和をいたしました。こちらがリバーサイドランニング。国土交通省中国整備局太田川河川事務所のご協力いただき、川の清掃も実施いたしました。広島の特産物としてはリバーサイドマルシェや マルシェににて体やエコに配慮しししたたた食事を提供いたしましたマルシェでのゴミは分別する意味と楽しさを学んでいただくためプラスチックゴミは広島らし恋の口のゴミ箱へシュートしてもらいました競技参加総数ですが630名来場者数は5500名の実績となりましたサップに関しましては最高齢は82歳最年少は14歳で北海道から沖縄まで また海外の方々にもエントリーしていただきましたさらに多くの観光客にも感染していただきました弊社は広島リバーフェスティバル実行委員会の中で活動いたしましたまた多くの企業には協賛していただき館長には講演各協会各大学地元企業には協力として参加していただきましたこの祭典を行うことで国内外から参加者が来校いたします 参加者においては飲食店、宿泊施設の環境につながりますので、地域活性化にもつながります。2030年の未来像としては、広島に住む我々自身が、被爆地、広島とは違う川のある魅力を伝え、川を愛し、川で遊び、川を守る、そうした生活を取り戻します。また、こうした広島の魅力を誇るとし、国内のインバウンドの来航者に伝えます。平和で健康で美しい水の都、広島ならではの浸水文化を創造する活動を展開していきます。 ご清聴ありがとうございましたどうもありがとうございました葵化学工業株式会社様のプレゼンテーションでしたそれでは次のプレゼンテーションに移らせていただきます株式会社エネルギー・アコミュニケーションズ様発表準備をお願いいたします ご準備がよろしければ、それではお願いいたします。はい、えー、ランチタイムセッションに引き続きまして、エネルギー＆コミュニケーションス武田と申します。よろしくお願いいたします。そして今日本日また改めて農家さんの青岡さんも同席いただいております。よろしくお願いします。 私たち先ほどのセレクトブックの発表会でも申し上げたんですがこの大崎下島という飛び島の地区でスマート農業というものを今取り組んでおりますこれは単純に私たちが IT を売っていくサービスを提供するだけではなくて現地の農家さんとですね何かこう課題他にもあるのではないかという観点で全ての課題を解決していくそして島全体を復興していくそういったイメージを持って仕事を取り組んでおります。 はいで、えー、これはまあ先ほどの発表会でもあったんですけどこの島には高齢化収納者減そして傾斜地農業そして耕作放棄地が増えているという状況で実際にはですねもうかなりその高齢化減 そしてこう拡大ということでとにかく農家さんが困っているという状況がございますそういったところを私たちの次世代スマート農業で解決していくというのがこのテーマでございますそして私たちはその中でセンサードローン衛星のデータそして AI というものを取り組んでおります はい、で将来像としましてはこの AI ・ IoT というデジタルを、えーまあ、デジタル化を推進してスマート農業モデルを構築するだけではなくて、えー、生産プロセスの見える化効率化それによって一人当たりのレモ,ン生産レモン生産量の最大化というものを目指しております、はい、では、えー、アジェンダで簡単に説明しますと、えー、長期目標そして20 2020年の目標そしてビジネスモデル、えー、インパクト表まとめと進めさせていただきます はい、私たちの SDGs17 のうち2番9番15番とというところを該当しております、はい、で長期目標としましてはまず課題としまして先ほど言いましたとまり、あ、レモン農家さんの存続の危機それをさらにレモンブームの需要増ということでどんどんレモンはいるんだけれども間に合わない生産が間に合わないこれが海外の輸入レモンでいいのかと。 言ったたところを私たちは取りり組んでおりますそれを解決するのは農園のデジタル化そして新規収納者増になります、はいで。具体的に言いますとこの絵の通りなんですがレモンの木からデータを取りそしてドローン衛星のデータを活用するそしてもう一つこの青色の部分こちらにいらっしゃいます瀬岡さんの考える生産プロセス まあ、いわゆる頭の中ですねそれをデジタル化するそして AI を活用して新しい収納者の方にノウハウを継承するというモデルでございます、はい、さらにもう一つ大きな取り組みとしてはとにかく人を呼び集める、まあ、観光また観光そして IT 関係そして島からの農業移住あ島の外からの農業移住そういった方々をレモン農園に集めていきたいというふうに思っております ははいでは、えっと、短期的なモデルとしましては具体的にどうかといいますと、えーまあ、今回私たちからすると、えー、主要許可カ,カスタマーは、えー、こちらにいる末岡さんになりますでステークホルダーが、えーまあ、レモンの販売業者さんレモンの物流そして皆様方、えー、消費者になります。 そこに末岡さんのニーズとしてはとにかくレモンの収穫量を増やしたい安定させたいそして早く新しい人に引き継ぎたいという思いを解決していくものになります。まあ、一つ一つ言いますとまずレモンを増やすというところですがまずセンサーをつけましてデータを取るそしてドローンで映像を取るそしてそれを分析するということになります。 そしてもう一つどうやって引き継ぐかですけれども先ほどのデータを単純に見えるかだけでは全く意味がないですねそれをいかに分析してアクティビティデータをいかに技術伝承するシステムにするかそういったものが今回の解決策になります。はい でビジネスモデルは単純ですねこれはもう私たちが農家さんに提供するでここで費用をいただくそういったことではなくて一緒に課題を解決するというコンサルティングとともに農家さんと進めますこれを国内産のレモンを増やしていくという取り組みにつながればというふうに思っております最終的にこれちょっと数字的な話ですけれども今の現状の生産量を倍にしていく30年30年に倍にしていくそういったことが私たちの実際の kpi になりますはいまとめですけれどもとにかく高齢者にとって先ほどの経営者時代の作業とってもきついですそういったところで新しい方がどん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 入ってくるそういった次世代スマート農業を私たちはこの農家さんと一緒にやっていきたいというふうに思っております最後に農家さんからお願いしますはいすみません、えー、私たちあの末岡新幹園といたしまして N コムさんと一緒にこの次世代,世代スマート農業をともに 構築し私たち農家のレモン農家に担い手が集まる明るい未来を目指していますよろしくお願いします、はい、お時間となってしまいました,うましたどうもありがとうございました <laughs> 株式会社エネルギアコミュニケーションズ様のプレゼンテーションでしたそれでは次のプレゼンテーションに移らせていただきます尾道お,おもてなし株式会社様発表準備をお願いいたします ご準備はよろしいでしょうか。はい、はい。それでは発表をお願いいたします。 はい失礼します尾道おもてなし株式会社代表取締役の高山敦義と申しますちょっと会社の内容をですねプロジェクターでこちらの方に出すの忘れておりまして申し訳ございませんえっ、ー、とビジネスセレクトブックの19ページに載っておりますのでご一読いただければと思います私どもで取り組んでいる SDGs についての説明をさせていただきますよろしくお願いします、えー、町ごとホテルプロジェクト地域の稼ぐ力を引き出し地域人の 誇りりりととと愛着をというこでで取り組んでおりま,すまあ町なんですけれども私どもが町っていうのは商店がまあ立ち並ぶ商店街、まあ、尾道の商店街をちょっとターゲットにさせていただいておりまして尾道商店街1.5キロほどあるんですけれども250店舗大手企業ありませんすべて商店主が並ぶ商店街でございます、まあ、その私当該地なんですけれども商店街から一番端っこのところに位置しまして尾道駅から約2キロ ぐらいのところですねそちらに並ぶ3つの建物をつなげてホテルの再生をさせていただきましたこちらですね当該施設の経緯としましては322平米の古民家80歳の女性が1人で暮らしておりましたそちらと廃業している飲食店こちら温泉施設523平米の温泉施設この3つをつなげるということがあの非常に大きなキーとなりましてあの80歳の一般の女性の方がこの家を 引き渡してくれたということが、すごい僕は SDGs 的には素晴らしいことだなというふうに思っております。で、地域人の誇りと愛着をということで取り組んでおりまして、まあ、地元、営業サイトとしては地元の会員の募集であったり、商店街の利用促進、商店街店舗提携、ゲストハウスの受付業務、地域の利用促進、地元の採用ということを心がけながらやっております。 あのどん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 地域に出ていってくださいと、ホテルで設けるだけではなくて、飲食店は外行ってくださいというようなご案内をさせていただいております、まあ、そのことが構想しまして、オープンから2年目で、楽天トラベルというですねあの宿泊予約サイト、こちらでは2年目でシルバーアワード。で 3年目、去年ですね、ゴールドアワードというふうに最優秀賞をいただいて、あの本当、地域の皆様とスタッフに感謝している次第でございます。で、地域貢献としましては、2018年の災害時、こちらですね、私どものホテルは水道と井戸水、両方使えるようにしておりまして、水道が尾道1週間以上止まりましたかね。その間 1>, あの1日も休まず営業させていただきまして、1日1000人以上の来場の方をあのさせていただいて、もうレストランも全部閉めました、お風呂だけに絞ってやりました、SNS で出しますと、7万人以上の人が見られて、ですねあの非常に皆さん困ってるんだなということを考えました。 またあの会社としては団体に即しましてまあワークショップだったりとか SDGs の事業を展開しております。こちらがまあ地域と観光人観光客というのを分けた中でやっていく中で空き家対策っていうこととまあ商店街でまあの尾道今サイクリングがあの盛んになっておりますのでそちらの方でまあ山並み、島並みの環境を守っていこうということで我々スタッフ一同やっております。 で収益発見からお互いのメリットとしまして、空き家の持ち主はです、ね、空いてる家が収益物件に変化したりです、ね、回収費用が負担がなくなったり、私どもでゴミはすべてあの回収いたしました、でまあ、地域貢献にもなりますよという話もおばあさんにはさせていただきました、物件管理の方も私どもで一括してやっております。で歴史 あの建物の外観はそのまま残してあります。そういう意味でも愛着というものを残しながら経営しております。で、事業主私どもとしましては初期投資っていうのは非常に少なく済みました。あとですね、まあ話題性という部分でも CM になりますし、各店舗に。 え仕事というかです、ねあのー、食事とかを振ることによって、まあ、経営的にはリスク分散ができるような状態となりました SDGs の貢献としましては12.8番2030年までにあらゆる場所の人々が持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。 あのおばあさんと言いましたけれども、あの次世代につないでいた,いただくために、大体皆さん嫌があるんですけどね、私の嫌、ずっと残しておきたいという人が、まあ、分け足していただいて、地域のためにということで、あの貢献していただいたことが、どんどん広がっていけばいいなというふうに思っております。現在は利用者は3万人、これから2020年、5万人、10万人と、あのまあ、3年経ちましたので、これからどんどんこれを告知していっていきたいというふうに考えております。 で私どもでは地域人の誇りと愛着をということで本当商店街のパートナーシップっていうところをですね大切にしながら今後経営で,ですね SDGs に貢献していきたいと思っておりますよろしくお願いしますありがとうございましたどうもありがとうございました尾道おもてなし株式会社様のプレゼンテーションでした。 それでは次のプレゼンテーションに移らせていただきます。一般社団法人、飛びしま柑橘クラブ様、発表準備をお願いいたします。どうもこんにちは。飛びしま柑橘クラブの畑と申しますあ。ではよろしいですか。<あ>はい。 では発表をお願いいたします <laughs> どうぞよろしくお願いいたします富、えー、島柑橘クラブでは、えー、六次産業化ということと農業についてということをちょっと発表させていただきたいと思います先ほどレモンのお話ありましたけれども被る部分もございますが、えー、しっかりと、えー、説明してまいりたいと思いますよろしくお願いします 飛島街道なんですけれども広島県のちょうど福山と広島宮島の真ん中ぐらいの場所にございましてこの場所が飛島街道と言いますでこの場所が広島県の中でもレモンの産地として有名な場所でここでここを舞台に私たちの事業を行っておりますまず飛島街道の黄金の島再生プロジェクトというものをご紹介させていただきますが 一番最初のきっかけというのがここでちょっと写真に載ってますレモンを農家さんがですね橋がつながることによって自分でこう売り歩いて残ったものを私のところに持ってきたのがきっかけでした。このレモンはもう畑に捨てるんじゃけども あもし何か使えるものがあったら使ってくれとと同時に、えー、このレモンについての、えー、悩みと課題というのを一緒に置いていかれて、えー、農家さんとの、えー、会議が始まるようになりましたこの島をどうしたらいいかとかですね、えー、後継者がいないとかそんな、えー、話題がたくさん出てですね あの私一人ではどうにもならないということで同じ志を持った、えー、加工業者事業者を集めまして農商工連携事業形態を取りましてさまざまな商品開発を行うようにしました。 で2013年には加工を行うための皮とです、ね、果汁をバラバラにしてです、ね、いろんな加工にするための工場を作ってそこから洋菓子店であったり味噌屋さんであったり化粧品屋さんそういったところでさまざまなレモンの加工品を作るための工場を作りそこから レモンの加工品がたくさん生まれ今までは食品を開発したら食品売り場でしか販売されなかったんですけれどもお菓子を作ったらお菓子売り場で有名な n b 商品の隣に置かれるというパターンが多かったんですけれども私たちはしっかりとですね島というコンセプトレモンというコンセプト例えば黄色というコンセプトコンセプトの中でいろいろなところで展示会を行うような形で販路を広げてまいりました。 と同時に全国のイベント参加、えー、文化の定着レモンの定着に向けて、えー、10年ぐらい前はレモンは唐揚げの横に添えるもの程度しかなかったんですけれどもそこをどうやって使うかというようなワークショップもプロに向けて行ったりですねそういった活動がさまざまな新聞雑誌で、えー、紹介されるようになりました。えーそのえー その流れで,です、ね、こういったお菓子がです、ね、お取り寄せグランプリ等々で賞で、ねえー、をいただくようなことがあったり村おこしコンテストなどで賞をいただくようなことがあったりでどん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 さまざ、あ、まなレモン業者さん加工品が出るようになってです、ね、レモンが盛り上がって2015年ぐらいにはです、ね、もうレモンが足りないよというような状態になってきてここでは12番の SDGs の項目で今まで捨てられていた規格,の規格外のレモンをですね果汁、可否べてですねジャムやお菓子などに加工品にすることで、えー、無駄なく使い現金化できるということに貢献できたと思っております。で次ですね問題になったのが足りないということになってええー、10年ぐらい前65歳だった平均年齢どうなったということになると75歳で全然増えてなかったわけですね。 でそこで問題にしたのが今度は工作を基地の再生ということでクラウドファンディングを行って学生たちを喜んで,でフォーラムを開いてそのフォーラムの中からマッチングという形が起こって先ほど発表ありましたエネコムさんの力を借りながら今現在 IT とかですねロボット化という形で進んでおります。 でここでの目標というのは誰でも取り組める安定収入が見込まれる未来農業の実現へということで8番の SDGs の項目に対応できるようにしてます。で続いて2030年の未来像なんですけれどもここはレモンの苗木を1万本植樹そして63業家でレモン関連事業10億円達成で機械化 IT 化という形のものを進めていきたいと思ってます。 で2020年までというのは、えー、今の問題を課題を今やってることをですね、えー、どん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 解決しながらですね片方で今アジアに、えー、農業その農村地区でですねこのノウハウが通用しないかというとでありがとうございましたありがとうございますごめんなさい時間となってしまいましたすみません。はい、一般社団法人飛島柑橘クラブ様のプレゼンテーションでしたどうもありがとうございます それでは次のプレゼンテーションに移らせていただきます一般社団法人福山グローバルパートナーシップ協会様発表準備をお願いいたしますご、はい、準備はよろしいでしょうか、はい、それでは発表をお願いいたしますはい 一般社団法人福山グローバルパートナーシップ協会で専務理事を務めております矢部と申します。どうぞよろしくお願いいたします。我々一般社団法人福山グローバルパートナーシップ協会はですね、福山の企業、企業経営者約60社が今会員となっておりますが、経営者が未来の福山の経済発展のためにですね、世界とつながっていったらいいよねというそんな思いから立ち上げた2017年に立ち上げた団体です。私もこの活動しながらガス屋という他のあの自社の商売で。 経営をしておりますそれでは我々の授業であります福山国際こどもアカデミーについてご説明をさせていただきたいと思います。 多くの今地域がですね地域都市が抱える一つの問題として少子高齢化による人口減少そしてですねそれから起こる負のスパイラルということがあると思いますでこの問題を解決するためにさまざまな企業や団体であったりそして個人がさまざまな取り組みをしていると思いますいろんな取り組みがある中で我々は一つその団体を作って協議する中で一つの答えに たり着きました福山が福山にいろんな地域世界中から人が集まればきっと福山の経済発展ってこれからどんどんしていくんじゃないかなそんな地域が作りたいそんな地方土地が作りたいそんな実現がしたいという思いでこの事業を始めることにしました。 で世界中から人が集まれば、まあ、新たなビジネスチャンスが想像できたりと最終的に上昇スパイラルが生じて若者が地域から流出しなかったりいろんな人が地域その福山にを訪れるようになるんではないかと考えましたでこのここ広島のようにです、ね、観光資源であったりもう広島自体がメッセージになってたり世界的なメッセージになってたりそんな資源がある地域はいいんですけども我々福山いくら考えてもあんまりないなというのがああの。 一つ答えでありましたしそれってサスティナブルじゃないよねというのもありましたで我々がやろうとしたことはまずはそこに人材がいないと何も始まらないで機械の提供から始まる人材育成これがサスティナブルな経済発展を起こす一つの起爆剤ではないかと考えましたそして人材が育てばそこから環境をその人たちが考えていろいろスパイラルを起こしていいように回っていくんじゃないかと考えました でそこで我々が最初に、えー、考えた授業といたしましては、福山国際こどもアカデミーというのがあります。で、これを簡単に説明をさせていただきますと、まずニーズといたしましては、福山の市民から国際交流への関心とか、グローバル教育への関心、そして英語教育への関心が,あり,ますがありましたが、なかなか高額であったり、なかなかそういう機会が身近にないという。 ニーズがありましたそして海外からはですね日本へのおか,かりだったり今まあインバウンドが盛り上がってますが日本文化の興味というのがありましたでその2つを合致させることで、えー、1つは福山市民には福山にいながら手軽にニーズが満たされるそして、えー、海外ではこの福山に来ればさまざまなプログラムがこと体験ができて、えー、充実した日本の旅行が楽しめるという2つのニーズを合致しまして、えー、福山に世界中から 子どもたちを呼んでこようというプログラムを企画して実現させましたで。それによって福山の子どもたちの国際感覚が醸成されたり、海外とのパートナーシップが構築できたりと、さまざまな効果が生まれて、このような地域経済発展が持続可能なものになるのではないかと考えました。で、細かなスキームを詳細を説明しますと、まず海外参加者 からは参加費をいただいて、サマースクールプログラム、ホームステイプログラム、学校訪問プログラムの3つのプログラムを開催します、その中でそれぞれの顧客、参加者からは、参加費だったり、宿泊費の負担だったりといろんな負担をしていただきます、そしてそこに地域の企業も関わっていただいて、メリットを感じていただきながら、そこにご協賛をいただくという救いみになっています。 でこれがサマースクールプログラムここで SDGs のことについて世界中の子どもたちと、えー、ディスカッションをして、えー、いろんな答えを導き出しましたでこれがサマースあホームステイプログラムの写真ですねさまざまな地域の魅力を発見したりですね国の文化を深く学ぶ機会にもなってますこれが、えー、学校にですね海外の子どもたちが訪問するという学校訪問事業です で今後の実績と今後の展開といたしましては今後はなるべく協賛なんかをいただかなくて自立できるようなプログラムを考えていけたらなと思っております実績はご覧の通りとなっていますこれがですねそのサマースクールの時に子どもたちがプレゼントして書いた資料です私もあの三人の子どもたちがいます二千三十年その子どもたちがですね幸せな地域での暮らしを体験できるように。 頑張ってりありがとうございました一般社団法人福山グローバルパートナーシップ協会様のプレゼンテーションでしたそれでは次のプレゼンテーションに移らせていただきます株式会社前田ハウジング様発表準備をお願いいたしますご準備はよろしいでしょうかはい ははいいいそれでは発表をお願いいたします、はいえー、株式会社、前田ハウジングの前田と申します、えーと。弊社は住宅のリフォームリノベーションを中心にやっているんですが今回は耐震断熱性能向上リノベーションというテーマで発表させていただきます。えー、まずはですね2030年の未来像 家を狂気にしない本来はですね安心な家族大切に守る家がですね時には狂気になっている特にま災害によってです、ね、狂気になり変身することがありますまた家庭内事故死で亡くなるというケースもありますので一人でも減らしたいそして空き家を減らすということで今、社会問題となっていますで質のいいストック住宅の流通を促すということで今回、ゴール11ゴール12をテーマにしております。 まずはですね家庭内事故死で亡くなる方が約1万7千人と交通事故の5倍いるというふうに言われていますその大半がヒートショックで特に冬に10倍以上いるということです 都道府県別に見ると実は46位が北海道ということでこれは結局外気温の差ではなくて家の断熱性と大きな関係があるというふうに言われております特に断熱性に関してはですね開口部サッシが影響があるんですがそのサッシに関して言えば実は日本はアルミサッシが主流です海外を見てみると樹脂サッシ木製サッシが主流ということでこのやっぱり断熱性が低いアルミをどうしていくのかということも課題になっていますまた住宅の断熱化と健康の影響え 関係があるというふうに言われています断熱性能が上がることによって健康が非常に改善していくというふうに言われていますこの結果によって医療費も削減したいなというふうに思っています また地震の件なんですが阪神・淡路大震災で亡くなった方の85%が実は建物の倒壊による足最近起きました熊本地震におきましても特に被害の大きかった益城町こちらはですね耐震等級3の家が16棟あるんですがほぼ無被害というふうに報告を受けております実は広島県はですね耐震化の意識が最も低い県という,ふうに言われておりますなななぜららば地震が少ないから実は この熊本もですね地震が少なかったかために意識が低かったですそこにある日突然大きな地震が起きたらどうなるでしょうかまた社会問題となっている空き家なんですが直近のデータで過去最高の849万戸出ております2030年には30%を超えるというふうに言われてますが3割を超えると途端にスラム化する治安が悪くなるというふうにも言われてますので また、えっ、ー、と日本はですね、欧米に比べて平均年数が32年、面質住宅ですね。じゃあこれは日本の住宅が持たないのかそういうわけではありません。築、えー、100年、200年ともつ家はたくさんありますが。 もちろん住み続ける手を入れ続けるっていうのが前提です中にはですね、まあ、人が住まなくなると途端に痛むような空き家もあります、まあ、その中でこの家も実はそうだったんですが築28年建つぼが50坪多分注文住宅で3500万以上下であるこの家がですね28年でほぼ価値がゼロもっと言えばマイナスになっているという現実がありますこの家を30代のご夫婦がリノベーションして住み続けている また今マンションも大きなな問題になっていますマンンションの空き家これもですね決してあの事,事件があったわけじゃないんですが家具をおどけたらこういうふうになってたとほぼやっぱり見た目で決まりますので多くは内装だけ張り替えて販売されるという現実があるんですが実は古いマンションに内装だけではやっぱり意味がないとここはですね40歳の女性のシングルの方が購入されて住まれましたその後結婚出産され実はまた販売をされたんですが 購入金金額額のの以上の金額でも販売されれたという実績ががありまますすこれが今問題になってます住宅の投資額と資産額なんですが日本はここに500兆円の差があるんでアメリカのようになかなか住み替えがしにくいという現実がありますその中で弊社が今やってるのが非常に分かりにくい耐震断熱をもっと見えるかできないかということで今性能向上リノベーションモデルハウスを建設中です。 それも、耐震断熱のレベルの非常に高いものを作りながら、空き家の再,再活用ということで、特にステークホルダーが皆さんが丸になるような、そのサービスを考えております。今から人生100年時代を迎えて、ですね定年前後で、向こう20年、30年が安心して過ごせるような、そんな家を作っていきたいと思っています。今業界の最大手がですねどうしても ええー、えみ見た目のリフォーム中心になってますのでこういったビジネスモデルを考えておりますインパクト表として、えー、50件空き家再活用100件将来は50億円以上の事業にして広島をいい笑顔にそして日本をいい笑顔にしていきたいと思いますご清聴どうもありがとうございましたどうもありがとうございました株式会社前田ハウジング様のプレゼンテーションでしたそれでは 次が最後のプレゼンテーションとなります。株式会社ラックス様発表準備をお願いいたします。はい、よろしいでしょうか。はい。それでは発表をお願いいたします。はい、えー。皆さんこんにちはあ。株式会社ラックスの山門と申します。どうぞよろしくお願いします。 まず本日は、私が皆さんに今日お伝えしたいことは3つでございます。まず1つ目は簡単に当社の会社概要、あと2つ目はですね当社が考えた未来の課題、そして3つ目がその課題に対して、われわれが取り組む SDGs のゴールについて皆さんにお話したいと、そのように思っております。まずはじめ、当社の概要ですけども、当社はですね私が21歳の時に創業しまして、今年でで29年目になります。 ホテル、病院、学校、マンション、ビル、工場といった特殊建築物のリノベーションを専門にしております。当社はですね4つの強みを持っておりまして、まず一つ目はですね雨から建物を守る屋上や屋根の防水改修技術、そして2つ目が建物の美観や外観をですね回復させるための外壁の改修技術、そして3つ目がですね、 快適な空間を作り出す内部回収技術、そして4つ目があ、皆さんの命安全を守る耐震補強技術でございます。この4つの技術をわれわれは世界中に輸出していく機会に備えて、ですねただいま、世界のですね国際規格を3つ ISO を取得をしております。また、経済産業省からは、ですね地域未来策員と企業として認定を受けてございます。 それではではすね今から私たちが考える未来の課題についてお話をしたいと、そのように思っております。まず、今後、日本は人口減少により、当然ながら労働人口も減少していくわけですけれども、この深刻な人手不足を解消するためには、より多くの国から、より多くの方をですね日本に広島に住んでいただいて、私たちと一緒に働いていただく必要がございます。 その課題を解消するために、私たちが目指すゴールは、この4つのゴールでございます、4番と8番と10番と11番でございます。つまりどういった、どういったことかと申しますと、どんな国の、どんな人も誰一人として残さず、安心して安定して学んで働いて、ずっと住み続けられるような、そういった環境を整備することでございます。 具体的に申しますと、賃貸住宅をできる限り安く大量に提供すること、整備すること、そして住居だけではなくて、その住居の周りの周辺の地域や住民さんとの円満で良好な関係を築けるようにしてあげることでございます。私たちはこの住居を供給するために、日本で最も多くの賃貸住宅を保有されているビレッジハウスマネジメントと さんとのパートナーシップ、そしてシェアハウスの業界最大手のオークハウスさんとのパートナーシップによって、賃貸住宅をできる限り安く提供する、そのためにはあ老朽化した公営住宅や、民間の集合住宅や、社宅などをリノベーションして提供することでございます。 また最近、先ほども前田さんから発表がありましたけれども、増加傾向の空き家をですね、リノベーションして、賃貸住宅として活用、運用することも考えています。ちなみに、この空き家ですけども、相乗効果が一体ありまして、空き家は犯罪や火災や倒壊といった、 リスクがございますけれども、我々がその空き家を補強、リノベーションして、賃貸住宅として運用を活用することで、防犯、防災にも貢献するものと考えています。そして住居だけではなくて、その住居の周りの住民さん、地域とですね、えーと,えー、と円満な良好な関係を築くために、建物の空いたスペース、屋上や倉庫やガレージといった空いたスペースを活用して、 でコミュニティの場を提供していきますこれがビジネスモデルでございます。我々が建物の所有者からです、ねあので、建物を買収する、もしくは管理を委託して、受託して、我々がリノベーションを補強して、安い賃貸住宅として、できる限り多くの外国の方にえ安く賃貸をすることで,でございます。このモデルが私たちはあ s d g ズの実現に向けて大きく貢献をするものだと確信をしておりますご清聴どうもありがとうございましたどうもありがとうございました株式会社ラックス様のプレゼンテーションでしたさあこれで全てのプレゼンテーションが終了となりますこれから審査に移りますので皆様には少しの間ご休憩いただきたいと思います それでは皆様長らくお待たせをいたしましたこれから審査結果発表と表彰式を行いたいと思いますこの賞ですが奨励賞が六社そして最優秀賞が一社となりますではこれから私が賞を受賞された企業名読み上げますので呼ばれましたらどうぞステージにお上がりください 初めの奨励賞を受賞されましたのは青井化学工業株式会社様ですおめでとうございます <laughs> 審査員の五来様から賞状の授与と一言コメントをいただきたいと思いますどうぞステージにお上がりください 少女、奨励賞、青井化学工業株式会社様、え、記者は SDGs ビジネスコンテスト、広島ピーススタートアップアワードで優秀と認められましたので、今後のご活躍を期待し、これを賞します。令和元年10月23日、広島平和貢献ネットワーク協議会会長、湯崎秀彦、はい。おめでとうございます。 おめでとうございます。あ、ではご来様から一言。はい、コメント頂いただきおめでとうございます。はい、誠におめでとうございます。えっと一言ということですので。あの、広島って本当に川が美しくて、あの、たくさんの方にね。あの、知っていただきたいという思いは、もう、あの、みんなあると思うんですけれども。とはいえ。えっ、ー、と、なかなかその市民。あの。が、えー、そういう。具体的に。 関わるということがなかなかないと思うんです。けれども、もえそういう機会をその国内外に向けて発信するだけでなく、草の的にそれをあの周りを巻き込みながらやっていらっしゃる事業ということでえ、今回、私はあの大変素晴らしいなと思いました。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。おめでとうございます。どうもありがとうございます。もう一度拍手をお願いいたします。 ありがとうございますではご来様にはそのままステージにお上がりいただきまして続いての奨励賞を受賞された会社名を発表いたします続いての奨励賞は株式会社エネルギアコミュニケーションズ様でございますおめでとうございますどうぞ拍手をお願いいたします 奨励賞株式会社エネルギー・アコミュニケーションズ様以下同分おめでとうございますおめでとうございます <laughs>、はい、誠におめでとうございますあのレモン農家さんに限らずあの農業をやっていらっしゃる方々の本当の悩みってあの次の担い手若い担い手だと思うんですでまあそこがどうしてまあ なかなか進まないのかというとやっぱり厳しいということとやっぱり稼げないということだと思うんですそれを解決するあの事業だなというふうに大変感銘を受けましたどうもおめでとうございますどうもありがとうございますおめでとうございますありがとうございました それでは次の奨励賞は審査員の畑枝様から賞状の授与とコメントをお願いしたいと思います続いての奨励賞は尾道おもてなし株式会社様ですおめでとうございますどうぞステージにお上がりください えー、奨励賞、えー、おものもの道おもてなし株式会社様以下ど文でございますおめでとうございますおめでとうございます、えー、あの町ごとホテルというアイデアで、えー、まああの個人のお宅である古民家それから商業施設などを再生させて、えー、町を活性化させると、えー、そこ で私が感心しましたのはその、まあ、長年あの住まわれてきたです、ね、方にあの家を明け渡していただくために、まあ、その方にもいろんな面でメリットがあるしかつまたそれが長く引き継がれることによってです、ねまあ、将来の世代にも役立っていくということで、まあ、納得してあの譲渡していただくと。えー、さらには、商店街や、 あるいはサイクリングといったまあ強みを生かしながらですねあの総合的にあのまちづくりをビジネスに結びつけていらっしゃるというのは大変素晴らしいことだと思いますぜひこれからも頑張っていただきたいと思いますおめでとうございますどうもありがとうございますおめでとうございますそして畑枝様にはそのままステージでお待ちいただきたいと思います続いての奨励賞は 一般社団法人福山グローバルパートナーシップ協会様ですおめでとうございますどうぞ拍手をお送りください、えー、奨励賞一般社団法人福山グローバルパートナーシップ協会様以下同文でございますおめでとうございますおめでとうございます えー、あの国際子どもアカデミーということで、あのー、大学生、小中高生さまざ、あ、まな世代の子どもをの、まああのー、海外から呼びまたあ日本でもホームステイしてもらいまた日本の小学校や学校でも、えー、来ていただくということであのご覧のとおり今、あのー、かつてのようにですね、あのー、日本から海外に、まあ、留学をする学生というのは非常に少なくなっておりましてですね あのまあ、内向き志向が高まっているというふうによく言われておりますがまさにこれからの将来を担う若い世代にですねあの地元の問題だけではなくて海外にも目を向けていただいてそれからまた地元の課題解決にも役立てていただくということで、まあ、非常に長い目で将来を見据えていらっしゃって地道なあの活動をされているんだなというふうに 関心いたしましたあのこれからもぜひ頑張っていただきたいと思いますありがとうございますどうもありがとうございますおめでとうございますではここからは審査員の藤井様に賞状の授与とコメントをお願いしたいと思います続いて奨励賞を受賞されるのは一般社団法人飛島柑橘クラブ様ですおめでとうございます どうぞステージに上がりください賞状奨励賞一般社団法人飛び島柑橘クラブ様いかどうおめでとうございますおめでとうございます はい、あのこのプロジェクトはあのレモンを作るというところにテクノロジーを用いるということですが非常にあのいいなと思ったのはあの作るというあの入り口だけじゃなくてですねそれをこう加工して あの流通していくというところの出口まできちんとこれまで実績を持って B2B の,のところから B2C の,のブランディングまでやられてきた実績があってあのしかもその各過程において SDGs の要素が埋め込まれているのがいいなと思いましたね作るところでもあのまあえっと竹チップをつく使ったりだとかえっと加工流通あの6次産業化の過程においても客外のレモンを作ったりとかですね、まあ、そういったところでエシカル消費の要素エシカル生産の要素も持ってらっしゃって。 で、何よりも、そのレモンって非常にローカルな、あの活動でありながら。あの途上国にこれを展開して、まあ、途上国の人たちを助けるという。えっと、グローバルなミッションも、あの、持っていらっしゃるというのは、非常に素晴らしいと思いました。あの、ぜひ、あの、これからも頑張ってください。どうもありがとうございます。おめでとうございます。そして、続いて、奨励賞受賞されましたのは。 株式会社前田ハウジング様です。おめでとうございます。どうぞ拍手でお迎えください。奨励賞株式会社前田ハウジング様が当分。おめでとうございます。おめでとうございます。 はい、あのこのプロジェクトはですねあの断熱の問題あのヒートショックなどで、まあ、人々の健康を害するという問題とそれからあの震災等で,です、ね、人々の足死を防ぐ家を凶器にしないという 二重の目的を持ったプロジェクトで特に広島が震災意識が低いとかっていうことはなかなか一般の意識には上りにくいですけど実はそういった隠れた地元の問題というものを的確に解決されるということで非常に素晴らしいと思いましたなおかつデザインの過程においてもですね非常に素敵なレノベーションでそれが自然素材を使っているというそういったところでもですね非常にエコな取り組みだと思っておりましてなおかつ空き家問題という だあのこれからこれまた全国の問題になっていくと思いますけどあの社会問題の解決も要素とするですねまあマルチなソリューションあのあの開放を持ったあのプロジェクトだと思いましたのであのぜひこれからも頑張ってくださいどうもありがとうございましたありがとうございますえ、はい、では最優秀賞の発表に参ります。 えー、皆様お分かりの通りでございますが、えー、SDGs ビジネスコンテスト広島ピーススタートアップアワード最優秀賞を受賞されましたのは株式会社ラックス様ですおめでとうございます湯崎広島県知事からトロフィー賞状の授与とコメントをお願いしたいと思いますお願いします 賞状最優秀賞株式会社ラックス様記者は SDGs ビジネスコンテスト広島ピーススタートアップアワードで最も優勝と認められましたので称します令和元年10月23日広島県知事大輝で飛おめでとうございますおめでとうございます ではどうぞこちら正面をお二人で向いていただけますでしょうか。記念撮影を行いたいと思います。はい。トロフィーと大丈夫ですかね。はい。持ち方大丈夫ですかね。いいんですかね。大丈夫ですか。なんか表情もうちょっとなんかこう。<laughs> なんかこ大丈夫ですか。なんかせっかくならなんかちょっともうちょっとかっこいい持ち方が。あたしもうちょっとごめんなさい。どなんと提案したらいいのかが。うん。そっちらがいい。あそっちらがいいと思います。<laughs> はい。せっかくですので。はい。 お願いいたします。笑顔でありがとうございます。はい。大丈夫。あ、あ、えー。湯崎知事がトロフィーも取れますか。変ですよね。変ですよね。変ですよね。難しいですね。ごめんなさい。正解がわかんない。すみません。はい。大丈夫ですかね。はい。ありがとうございます。よろしいでしょうか。 はいありがとうございます今一度大きな拍手をお送りください本当におめでとうございますあでは湯崎知事からごめんなさい大事なコメントをはいコメントをいただかなければはいすみませんそのままでごめんなさい,さいはいあの今広島まあ日本全体もそうですけども人口減少、えー、そしてまたまあそれとも関わる形でグローバル化というのがあのコミュニティの中でより進んでいく中で、えー このまたそれに関わる形で、えー、空き家が増えているということがあります。まあ、こういった複数の課題を結びつけてです、ねえー、あの解決をしていく、まあ、それとあのもう一つ空き家の数の話もありましたけれどもあのこれものすごく、えー、大量に出てくるのでこれスケーラブルにやっていかなければいけないというこれも大きな課題でありまして。 まあ、そういったものにこう配慮をされたあの大変素晴らしいビジネスモデルではないかというふうに、えー、思いましたあの県と。県もですね、まさに今のつ、えー、の観点、どうやって、えー、解決していくのか、観点というか課題をです、ね、解決していくのかということで、さまざまな取り組みを進めておりますので、ぜひまた協力してですね、えー、このビジネスモデルをていく。 このビジネス成長させていっていただきたいと思います、はい、おめでとうございましたうまどうもありがとうございましたおめでとうございますそれでは最後に審査委員長を務めていただきました金子様からまとめのコメントをいただけますでしょうかお願いいたしますはいよろしいですか えっと、広島大学の金子と申します。えっと、本日はの審査委員長ということで、えー、総括をということでありましたが既にあの知事はじめましてあのコメンテーターの皆さんから、まあ、素晴らしい好評をあのい,ただいておりますので、えー、まあ簡単にですね、私がちょっとあの見させていただいて気づいたことをだけちょっと共有させていただきたいと思います。えっと、7件の発表 あの申請に対しまして、えー、と奨励賞を含めて、まあ、皆さんが受賞されたという結果になったわけでございますが、あの,、まあ、あの知事の方からも、今、コメントにありましたように、あのいずれの事業も、ですねあの複数の課題に同時に取り組んでおられ最優秀受賞された方だけじゃなくて、ですねほとんどの事業がですね、えーまあ、観光、教育、それから農業、 それからあの高齢化、そして空き家の問題と、あの複数の問題にそれぞれあの同時に取り組まれておるということで、かつですね、あのかなりそれぞれ実績がもうすでにあるということを今日あの聞かせていただきまして、あのこれはあの皆さん、奨励賞に本当に値するなと、あの対象を取れなかった皆さんも、ですねこれは本当にあの奨励賞に値するというふうにあの私は思いました。 でもう一つはですねあの、まあ、地元の大学を代表しまして、えー、と私も s d g の広島大学担当総括をしてるんですがあのこういう企業のですね教育っていうのはまだまだその日本の大学はあの少ないなというふうにちょっと感じましたで去年あの1年間世界の大学でこの企業教育をやっている大学をいろいろ見せていただく機会があったんですけどやっぱり若者にですね あのリスクを取って起業するということがいかに重要かということを教育をしているわけです。で、それをやるとどういうことが起こるかというと、やっぱりあの若い人たちはですね、地元の課題解決のための起業に取り組むっていうことがあのどの大学でもあの見られました。で、そういう意味で、えー、と今日はあの七県今回はですねという応募だったんですが、あの私どもの地元の大学も含めてですね、この SDG っていうのは。 あの若い人たち、教育機関を含めて、ですね起業をもっともっとやるためのその課題としては非常に重要での、いい課題だというふうに、今日また改めて感じましたので、えーまあ、戻りまして、ですねあの広島大学の中でも、ですねこの s d g を、まあを解決に貢献するような、あの企業エントアントレプレナー教育ですね。 あのもっともっとやっていかなきゃいけないというふうに今日思いました。あの以上あの二点あの共有させていただきます。どうもおめでとうございました。どうもありがとうございました。金子様に総括のコメントをいただきました。それでは以上をもちまして SDGs ビジネスコンテスト広島ピーススタートアップアワード最終審査会を終了といたします。 この後ロビーにてプレゼンテーションを行っていただきました企業の皆様には写真撮影を行っていただきますのでご移動をお願いいたしますそしてこれより10分間の休憩とさせていただきます休憩後は6時からですね6時からは本日最後のセッションになりますユースカンファレンスを行いますどうぞお時間まで今しばらくお待ちください